なのでやっぱり地域を元気にして、で都会と一緒に共存していく、まあ、そういう意味です。やっぱそうある種のこう地域を良くしたいという熱量が寄付者を動かして達成には近づいていくみたいなのは考えています。やっぱりあのファンがつくっていうのが今のビジネスのね、すごく重要な戦略だったりすると思います。各業界のプロに話を伺い、知識をアップデートする仕事ラボ。今回のテーマは、地域を活性化するファンマーケティングということなんですけど、地域活性化といえば、ふるさと納税のイメージありますよね。やってます。広島の福山でしたっけ？そうです。広島の福山市出身です、はい。どういったところにふるさと納税やってますか？でも、まあ、福山ではなくて、はい、やはりその返礼品を見て、フルーツ美味しそうだなとか、うん、まだ行ったことないから行ってみたいなっていうところで選んじゃったりします。なるほど。私あの妻の実家が山形県の庄内町ってところなんで、はい、そこに結構ふるさと納税したりとかしてるんですけど、自分のふるさとじゃなくてもいろんなところにふるさと納税することによって地域が活性化したり盛り上がったりってことは、まあ、きっといろんなところ動いてますよね、うん、でこういったこう地域活性化どうしたらいいのかというのをふるさとチョイスを運営するトラストバンクの宮内俊樹さんにお越しいただきます。宮内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お話を伺っていきたいんですけど、ふるさとチョイスってどんなサービスで、はい、まず宮内さんの自己紹介を含めてお話を伺いますか？はい、宮内俊樹と申します。もともとあの IT の、授業をずっとやってまして、あの実はこの5月からトラストバンクに入社をしまして、その中であのふるさとチョイスのサービスの、まあ一部である、まあ、ガバメントクラウドファンディングというところの責任者をやっております。であのふるさと納税っていうどういうものかっていうことなんですけれども、もともと育った、まあ、ふるさとや、思い入れがある自治体に、まあ、寄付ができるという制度です。でそのうちの2000を超える分はもう税控除の対象になると。なのであの所得税からの還付であったり地方税からの控除ができる、まあ、そういうあのお得な制度だと思ってください。ふるさとや、まあ、その自治体からのお礼の品が届くという、まあ、さらにお得ということですね。これだけあの市場がどんどん伸びてきていて、まあ、今年には多分1兆円の市場にまで伸びるというふうに言われております。いろんな自分のふるさとじゃなくてもどんどん寄付をしてみたいなので、はい、制度としても大きくなっているわけですよね。そうですね。やっぱりあのお礼の品が魅力っていう方もいますし、うん、あのシンプルに本当にあの思い入れのあるところにまあ寄付をしたいということもあります。であの元々のやっぱ制度としては、例えばあの18歳ぐらいまで小中高って育って、まあ、その自治体があの教育費とかね、いろんなものをまあ負担するわけですよね。なんですけれども、まあ、大学で都会に出てしまったりしますよね。そうすると、まあ、あのせっかく育ててこれから税金を納めていただくっていう時に都会に行かれてしまうと、これはまあちょっとバランスが悪いんじゃないかということで始まった制度でもあります。なのでやっぱり地域を元気にして、で都会と一緒に共存していくような、まあ、そういういい制度だと思います。どうしてもこうね、最初は田舎に住んでて学校教育費いろいろ負担してたのに税金払うだけだって都会に行っちゃって何も貢献できてないと、はい、そういったものそうですね、はい、でもね本当に、まあ、今ちょっと制度が返礼品目当てで税金逃れじゃないかみたいなこと言われたりしますけど、そうじゃなくて地域活性化として自分のふるさとだけじゃなくても、はい、いろんな地域を活性化できるっていう制度になってて、はい、もちろん自分の生まれた都市もそうですけれども、うん、お礼の品を目的に、まあ、あの何か寄付をしてお礼の品が届いたとしても、そこからまあその地域を知って、まあ、一般的には関係人口という言い方をしますけれども、あのそこに対しての何か気持ちを持って旅行をしてみたり交流をしてその土地とのまあ交流を続けるみたいな、まあ、そういうことで地域が元気になればいいなというふうには考えています。お話の中にガバメントクラウドファンディングっていうことがあったんですけど、はい、あんまりこう耳が痛いなと思ったんですけど、ね、これはあの弊社が考案してここまで広げてきたまあ制度なんですけれども、はい、返礼品がなくても純粋に寄付したいっていう人に向けて、まあ、その地域で何かもう例えばこれに使ってくださいってまあ選べますけれども、もっとより具体的にこの小学校のまあ立て直しに使いたいとか、まあ、そういう形であのクラウドファンディング型でふるさと納税の寄付制度を使えるっていうことをまあ進めていくのがまあガバメントクラウドファンディングになります。具体的にはどういったプロジェクトが
あるものですか。先ほど言った、まあ、子どもの小学校の、はい、まあ、設備を良くしたいであったり、地域の、まあ、よくインフラですよね、まあ、例えば電車がもっと活性化するように、まあ、ラッピングを変えたいとか、まあ、あとはサッカーとか、ああいったものって地域とやっぱり密着してますよね。 Jリーグの、ね、チームを応援する、まあ、資金として寄付したいというような、まあ、いろんなプロジェクトがあります。個人の方が返礼品目当てじゃなくプロジェクトに対してお金を出していくと、ね、はい、そういうことになります。先ほどね、大津さんの話だと、どっちかというと返礼品目当てでこの自治体あまり関係ないけど、ちょっとおいしそうなグッズがあるから出そうみたいなことが起きてるわけですよね。そうですね、はい。で、まあ、返礼品競争になってしまうと、どうしてもうち の地元には特産品ないしとか、そんなにうちでは売れない商品が特産品だしみたいな、それで悩んじゃってる中で、なぜそこにお金を出すのかっていうのを競い合う魅力を発信するのって、はい、まあ、いろんな自治体で困るのかなと思うんですけど、この辺りでどうやって魅力って発信してるのか。はい。やっぱりそこでこう、何か地域に根ざして、こう、何かをこう、変えていきたいとか、何か今できてないことをできるようにしたいっていう時に、やっぱりお金必要ですよね。まず最初のそのお金を寄付者に募るということで、まあ、やっぱり寄付する側がこう共感したり納得感があったり、まあ、あるいはこう未来を感じるような魅力的なものだったり、すると、やっぱりたくさんのお金が集まります。この魅力を他と違いを際立たせるかって、はい、なかなか悩める実際多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、もちろんページ上での工夫もなんですけれども、はい、やっぱりその方々が関係している人、まあ、先ほど関係人口っていう、はい、まあ、言い方しましたけど、例えば学校でいうと、そこ卒業した人って関係人口なんですね、はい、まあ、そういう方に何らかアプローチをしていったりですね、はい、まあ、直接本当に寄付をしてくださいっていうお願いをしたりとか、まあ、あるいは SNS でそういう発信をするとか、割とそういうあらゆる手段でこうコミュニティを活用して達成を目指していくっていうところが、こう一つのプロジェクトのあり方かなと思います。地域を盛り上げるためのこういったアイデアをまずは練っていきましょうみたいなことで、何かやれることってあるんですか。一つはもうすでに地域でこう移住をしたり、まあ、あるいは若い人がいたんや、その地域を何か新しく変えていこうとか、いう活動って、まあ、ここ数年本当に盛り上がってきていると思います、うん、地域のキープレイヤーとその地域の周りにいるコミュニティみたいなのがやっぱりプロジェクトを作っていったりしますよね、まあ、そういうプロジェクトがふるさと納税を使えば、まあ、よりこう寄付する側も自分の負担を少なくできますし、まあ、そういう意味ではどんどん活用事例を増やしていきたいというふうに、まあ、考えています。いわゆる普通のクラウドファンディングとかと同じで、はい、基本的には同じです。しなければダメみたいなこととかもあるんですか。はい、ガバメントクラウドファンディングについては達成しなくても全部オールインという方式でお金をまあ寄付されますので、寄付と同じですね。ですので、まあそういう意味ではまあ達成するっていうのをこうある種のこうなんていうモチベーションにして、こう皆さん頑張っていただくみたいな、一緒に頑張っていくみたいな感じでやっております。プロジェクトが最終的には自治体の税金で補填するんでしょうけど、はいはい、まあ、成功するプロジェクト、成功しないプロジェクト、境目、起きがちなことみたいなのがあるんですか。はい、基本的にこの何かプロジェクトをやりたいときの、まあ、基礎的な資金ってこう自治体の、まあ、助成金であったり、まあ、あるいは他の、まあ、民間の助成とかも、うん、まあ、含めた形で作って、やっぱ足りない分をガバメントクラウドファンディングで補填するみたいな形式がやっぱり多いかなと思っています。でその中でもやっぱりそこの金額をこう達成する人って、まあ、とにかく知り合いに言いまくるとか PR する窓口をこう自分で考えて、でそこにどんどんアプローチをしていくっていう、やっぱそうある種のこう地域を良くしたいという熱量が寄付者を動かして達成に近づいていくみたいに考えています。これ各自治体がこれからもうガバメントクラウドファンディング使って地域盛り上げたいみたいに思った時に、まず何からこうやっていけばいいんですか。はい、じゃあそのプロセスをちょっと説明したいと思うんですけども、はいはい、まあそもそも地域の課題がなければ、うん、まあガバメントクラウドファンディングやる必要性も、うん、ないですので、その地域課題が何なのかっていうのが本当に一番最初にあります。それがあんまりちっちゃすぎてもダメですし、うん、小さいとこうこれで予算を取るっていう議会承認が得られないとか、ね、いろんなケースがあります。ですので、まあ、地域課題が どんだけこう大きいもので、でそれを解決、どういうふうにするかっていうのを、まあ、まず発見して、うん、それなしでプロジェクトをサッカーチームみたいとか、はい、ね、学校みたいとか言ってもなかなかそれだけじゃなくて、なんとなくは分かるけど、はい、なんでそれお金そんなに何百万も
ますね。なんで地域のためにそれが必要なんだっていうところが一番重要です。そしたら次1のステップで、まあじゃあプロジェクトを実際に作りましょうと。じゃあどういうプレイヤーとやるか。例えば NPO さんと一緒に、まあ、これをこう解決してくれる NPO と一緒にやりましょうという場合もあれば、まあ自治体がそのお金をもとに公募してみたりとか、まあいろんなやり方があると思います。どちらにしろその課題をこういうふうに解決するのでいくら必要で、その課題に共感してくれる人に共感できるような内容を作っていくというのがこのプロジェクト企画の部分になります。2つ目が次の自治体のミーティング、トラストバンクのミーティング、まあやっぱり協力者というかですね、みんなプレイヤーが多いのでみんなでこうミーティングをしてズレのないようにするような作業が、弊社の場合はそこの場に、まあ、常に入って、まあ、アドバイスをしたり、その内容ならまあいいんじゃないでしょうかみたいなことをやると思います。課題とプロジェクトがずれちゃうそうですね、はい、でやったり、まあ、お礼の品をまあ考えたいという場合に、まあ、そのアドバイスをしたりとか、まあ、そういうような作業をします、で、じゃあそれを、まあ、どういう写真と文言と、まあ、あと重要なのがタイトルですね、で表現するかっていうのをまあ考えていただく3つ目のステップになります。それをまあ準備したら、まあ、自治体がそれを入稿する、で、リリースできるということなんですけども、結構重要なのが関係人口ですね、はい、これに共感してお金を寄付したいという方がいるかどうかなので、関係人口をたくさん持ってらっしゃる方が仲間にいたり、まあ、すると非常にPR 効果があって、実際に寄付してくれる方が増えるというのがありますね。PR するときのまず何からこう考えていけばいいかと。やっぱりそのプロジェクトの魅力をこう、一行で見出しでまあ伝えられるかというところが、一行で見出し、そうですね、やっぱり見出しを見て引き込まれるというのがありますので、実際に事例があるのでちょっと見てみたいと思うんですけども、じゃあ一つ目になりますが、これ町屋をリノベーションするっていう福岡県の八女市のプロジェクトで、八女福島というところにある、まあ、町屋をきれいにして、まあ、ホテルにしたいというプロジェクトです。でこれ見て分かる通りなんかちょっと夢がありますよね、はい、町屋ってやっぱりその地域を、まあ、代表する文化ですし、そのまま放っておくと悠久の、まあ、資産になってしまって税金もかかるというような、まあ、ことになります。ですので、まあ、それをリノベーションしてこう新しく住むっていうことにこう、まあ、ある種の納得感があったり、まあ、実際にそこに泊まってみたいと思う人もいると思います。このプロジェクトにこう共感しやすいっていうのが魅力なのかなと思います。課題でいうと、まあ、空き家問題があります、はい、とか観光客が来ません、はい、泊まる場所がありませんみたいなことが課題だったと。そうです。そこで、まあ、課題を見つけてそれをこういうプロジェクトにまあ落とし込んだという、まあ、一つの事例になります。じゃあもう一つちょっと見てみましょうか、はい、北海道の中札内村というところで、はい、一流シェフがまあその技術使ってで名産を作るというプロジェクトになります。でこれもすごいお金が集まって、はい、5000万円ぐらい最初のプロジェクトで集まったんですけれども、こういう人口少ない小さな村で名産を作ると、でそれ自体がまあある種の経済効果を生むということもまあありますけれども、これをやってたところにやっぱキープレイヤーの方がいたんですよ、はい、いろんな方にこう PR をして、こういうプロジェクトだよっていうのを説明して、で寄付を募ったということで、こんだけの達成になったということになります。達成した金みたいなのすごいお金が集まったってことですけど、はい、これどういう達成する要因があったんですか。はい、これは先ほど言ったキープレイヤーが持っているファンコミュニティっていう場所なんですね。なのでこの地域に、まあ、やっぱりファンになって、お金をこう寄付したりとか、もともと関係した人、いていた人がたくさんいらっしゃったっていう、まあ、そういうところがポイントですね。課題はもちろんどんな自治体でも持っていると思いますけど、そのファンに刺さるようなプロジェクトであったり、そもそも課題との連携みたいなことを考えると、はいね、プロジェクトが分けやすいですね。まさにそうだと思います。じゃあ、はい、ここでこれまで説明した秘訣みたいなのをこう、うまく活かして、ぜひお二人にも地域を、はい、課題をこう考えて、プロジェクトをぜひ作ってみていただきたいと思います。なるほど。出身の、まあ、地域がありました。ああ、私、育ちは横浜なんですけど、もともと本籍、今も愛媛県、今治市と言って、はい、で、関係人口で言うと、親戚一同が、なるほど。今治に住んでるので、23区を、はい、知っております。はい。はい、こちらはもう
う出身が広島福山市なんで、はい、そこを盛り上げたいと思います、はい、うん、ということでできました、できました、はい、じゃあ小津さんからお願いします、はい、じゃあ私がじゃん、広島県福山市の中に鞆の浦という場所があるんです、はい、ジブリの崖の上のポニョのイメージ地になっていて、うん、はい、もちろん観光客来てると思うんですけどまだまだ少なくて、私もちょっと前に行ったんですけど、本当に100歳ぐらいのおばあちゃんが一人暮らししててベンチに座っておばあちゃんたちで雑談とかをしてるんですよ、うん、だけど近くの子供たちもそこの釣りとかに来ていて、魅力のある場所なので、一応やっぱり、まあ、田舎なので交通インフラを整備しましょうっていうところと、うん、まあ、もっと観光客を誘致したいよというところを一応地域課題に設定しまして、タイトルがですね、レトロな港町を通るラッピングバスを作るということで、一応鞆の浦の辺がちりめんって言って実はしらす、はい、これを釜焼きして乾燥させたのがちりめんって言うんですけど、うん、とかあとはタイが有名なんで、まあ、そういったものとか、まあ、この辺にこうラッピングして、まあ、返礼品したり、あとは体験としても貝釣りを見たりとかちりめん作りもできるようになっているので、そういったものも一緒に影響できるんじゃないかっていう。なるほど、あのとてもいいと思います。あのやっぱりこういうラッピングバスのアイデアとか今までもやったことあります、ね、ああそうなんですね、はい、とてもあのいいあの観光のアピールと課題解決にもつながると思います、ね、特にあの観光客の方にはね、そういうあの地域らしさみたいなのが伝わるとこうよりいい課題解決につながるかなと思いますので、地域らしさがこう寄付にもつながっていくというところですごくいいと思います。これあの PR をこうどういう方にこう、進めていく行ったり、まあ、あるいはファンコミュニティをどうやって作っていこうっていうふうにまあ考えられそうですか。実は本当にちょっと前に鞆の浦に帰った時に、港町なんで常夜島っていうあのずっと行ったところに行って、船が通る時に印にしましょうみたいなところがまあ観光スポットになってますけど、そこで同級生と偶然ばったり再会したので、地元にまだ根付いて生活している同級生がたくさんいるので、うん、ちょっとそこから足がかりにして PR していきたいな。なるほど、じゃあそういう人伝いにこう PR していくみたいな感じ。そうですね。実際にお年寄りの方も多いので、バスはたくさん使われてましたし、地域名をこう入れてこう SNS に上げたりするとやっぱりこうどんどん広まっていったりもしますから、タイトルに地域名をちょっとだけ入れるとかね、レトロな港町何々みたいなっていう風にまあ考えるとよりこう関係人口ができると思います。はい、じゃあ続いて清水さんお願いいたします、はい、愛媛県今治市で課題が地元どこですかって言った時に、今治って言って、あタオルですよねって言われて、はい、でもタオルぐらいしか思いつかないですねって言われて、何を言ってるんだよ、もういろいろ多くなわけですよけど、まあ、確かにタオルのイメージに引きずられすぎっていうのがあるのかなってちょっと思って、で今ちょっといろいろ書いたんですけど、まあ、瀬戸内同盟であの、はい、タイとかも結構今治って美味しかったりするんですけど、で布とか染色技術が結構あるので、そういうタオル地のマフラーを作ってたりとか、であと焼き鳥、あの普通、ね、都会の方を串で刺してこう炭で焼いてるんですけど、鉄板で串とか刺さないでバーって焼いてるのもうものすごいジューってものすごいプレスしちゃうんですね、まあ、もう味が濃くてものすごい美味しい焼き鳥がいっぱいあって、はい、あ今まで行く人いたらもうあのどこ行ってるんですかってあの何々っていう店行ったらいいですよみたいなよくお勧めするんですけど、まあ、みたいな、まあ、魅力がすごいあるのがギュッと詰まった場所があったらいいかなと思って、ひんやりふんわりお腹もいっぱい今治すごいグルメ感オープンっていう、はい、で、まあ、ちょうどタオルのイメージはあるんでこう、ね、あのまあ、今治まで行ったらタオル買おうかなみたいな人いると思うので、あの、まあ、タオルとかもこうふんわりでふんわりタオルとかは売っていて、おしゃれなタオル地のマフラーとか売ってたりとか、焼き豚卵飯っていう B 級グルメ結構話題にもなったりしたんですけど、まだまだ美味しいものがありますよというのを詰め込んだ、はい、しかも僕と同じようにもう今治こんなにいいものがたくさんあるのにと思ってる人たくさんいるはずなので、今しまなみ海道で広島ともつながっているのでファンコミュニティをたくさん作れるかなっていうことでやってみました、はい、素晴らしい、これも面白いですよね。あ、ありがとうございます、はい、すごいグルメ感、はい、っていうところがポイントで、あ、はい、これタイトル入ってるだけでこう今まで言ったこういうすごいグルメいっぱいあるのねっつ、はい、もう伝わりそうな感じがあるよね。
ですか、はい、でそれをこうやっぱり実現したいっていうまあ思いも伝わってくるので、はい、あのとてもいい案だと思います。あでこれ具体的に集めようとするといくらぐらい集めるか、ね、そうですね、あのやっぱりこう建物建てるのそれなりにお金かかりますので、はい、やっぱり数百万から数千万みたいな、はい、あの形でこうお勧めするケースが多いです。やっぱそれに対するこう共感とかをこうより強くまあ出したいので、まあ、さっきの写真にこう工夫をしてみたり、ね、はい、今治出身の著名な方とかに、はい、あそうだよねって言わせるとか、はい、まあ、なんかそういうあの PR の仕方もあるのかなと思いました。今治はバリーさんっていうゆるキャラが、はい、バリーさん有名ですもんね、はいはい、なんかそういうファンコミュニティをこう全網羅するみたいなのがこの場合は面白いのかもしれません、ね、ありがとうございます。いや確かにこう課題とか考えてるとちょっと本当にもう本当にやりたくなっちゃう。今振り市長と掛け合ってください本当にありがとうございました。ありがとうございました結局のところこうガバメントクラウドファンディングを成功させる上で必要なことっていうのは改めて何になりますかね。はい、やっぱりファンコミュニティをいかに育てるか、関係人口としてこう育てていくかっていうことに尽きると思います。でその手法というのはきっと企業でも同じようなことってできるんですよね。はい、やっぱりあのファンがつくっていうのが今のビジネスのねすごく重要な戦略だったりすると思いますので、うん、やっぱりそれをこうみんな活用していただけるといいんじゃないかと思います、うん、いろんなところで応用していこうと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。本当ですよね、できる前にちょっと2つモデルの制度を頂いてて、まあ、こういう谷垣さんみたいな関係があったりとかしてて、日本人に行って、でこの中でもうまさにおっしゃる通りで、どうしてもこう、ね、最初は田舎に住んでて、学校と、いろいろ感じたのに、税金払う段になって。